ザ・不幸癖とにっこり登場です。心理カウンセラーの神田優子です。こんにちは。前回は、不幸癖とはどうして起こるのかっていうことについて説明しました。今日は不幸癖に陥りやすい4タイプ、じゃじゃん、この4つです。この4タイプに、まあ、これはストレスフルになりやすい性格パターンでもあるのですが、この4タイプに陥りやすい人っていうのはどうもそれが習慣化されて不幸癖になりやすいと言われています。1つが完璧主義、2つ目が依存性が高いタイプ、3つ目が対人過敏、そして4つ目がタイプということになります。この4つ目というのは日本人に多くて、で一番こう人を育てる上で育ちにくいタイプと言われていて、まあ、ちょっとね説明が長くなりますので、続きは私の本で読んでいただけたら嬉しいなと思っています。でも残り3つに関してはちょっと簡単に説明順にしていきたいというふうに思います。でまずですね、この完璧主義、これね意外と周りにゴロゴロいます。で完璧主義というのは何かというと、白黒どっちかにすぐに決着結論がつかないと気が済まないタイプなんですね。で物事にはねグレーゾーンっていうのがあります。例えば恋愛、例えば子育て、例えば部下育てもそうですね。長く時間をかけてちょっとずつちょっとずつその人を育てていくっていう、時間をかけるということをグレーゾーンと呼ぶならば、もうすぐに決着結論がつかないと気が済まない。つまり何かこれやっといて、例えばお茶碗洗っておいて、例えば A 社の資料は用意しておいてねっていうふうに指示を出した時に、その通りに相手が動かなかった、そうすると完璧主義の方っていうのは、ああダメだうちの子はもうですとか、ああこの部下は使えないという言い方をして関係性を切ってしまうんですね。ですからね、不幸癖で言うと、なぜか部下がついてこないですとか、または人間関係という意味で言えば、友達をブチブチブチっていうふうに自分から関係を断って切っていくっていう方の中に多いです。で完璧主義の方っていうのはね、自分の中に物事はこうすべきだっていう価値観を強くお持ちで、でその価値観の通りに自分も一生懸命努力家で責任感が強くて一生懸命やるんですよ。でもそれも周りも同じようにやらないと気が済まないわけです。でも周りはあなたほどちゃんとはできませんっていうことになるので、結局周りがついてこられなくなる。そしたらこの人たちというのは、ああもうこの人はダメだねと言って次々次の人へ行くということになるわけです。それから一方でもう一つ依存性が高い、この1番目と2番目のタイプというのは別名紅属というふうに言われていて、言葉の中にああしてくれない、こうしてくれないというふうに、まあ、不平不満が多いグループというふうに言われています。でどっちかといったら完璧主義は仕事ができる人の中に多いんですが、この依存性が高いっていうのは、まあ、パッとしないんですね、お仕事のやり方が。でね、なんでかっていうとね、いつも受け身なの。でね、人生って自分で幸せになろうとしないと切り開いていけないんです。幸せや王子様は降っては来ないんです。だけれども依存性が高い方っていうのはいつも誰かがこうしてくれるだろう、王子様が降ってくるだろう、仕事のやりがいは上司がちゃんと指示してくれるだろうっていうふうに思っているので、でも周りはその通りやってはくれない。まあ一番と同じです。周りに期待しているグループで結局でもその通りにはならないので、まあやる気をなくしていくとか、または人に対して悪口不平不満ばかり言って自分の人生うまくいかないという不幸癖につながっていきます。それから一方で下2つのことを別名いい人周りからいい人って言われやすい方の中に多いです。日本人には多いですね。でいい人の中でもまあ2タイプに分かれていて、対人過敏っていうのはいつも人から自分がどう思われてるのかという他人からの評価を気にしたり、または人から嫌われたくないっていう思いを持ってる。でね、 100% ね人から嫌われないっていうのはね、もうこれ無理な話です。で皆さんがもしも100人の方に嫌
嫌われたら皆さんの方が性格悪いんですよ。でも一人の人に嫌われたからってしょうがない、いろんな事情がそこにはあるかもしれないんですね。でも対人過敏の方は一人の人にも嫌われるのが嫌なんです。ですから周りに嫌われないような行動、つまり自分らしくない行動をとっているので、まあ自分自身が疲れていく。ですから一番とは違った意味でブチッと友達をなくすというのは、それまではいい人だったのに急にまあ切れてしまったり、相手にガーって言ってしまったり、または急に会社に来なくなるというふうな極端な行動に出やすい。ですからあんまりいい人なのになんで会社無断欠勤して辞めることになったんだろうねっていうふうに周りから見るとちょっとね不自然な切り方をするということになります。そして最後のこの4番目のタイプというのが、続きはこの後に持っていきましょう。では皆さんまた来週。